不思議な岩、林芙美子作。夜になって不思議な岩はそっと動き始めました。岩が動くって変ですね。淡いお星様を透かして霧のような山風が低い谷間からゴーゴーゴーと吹き上げています。どこかの森の方でフクロウが鳴いています。岩はどっこいしょっと起き上がって精一杯に伸びをしました。ああ、いい気候になったな。遠いところへ旅行してみたいな。と、不思議な岩はむくりむくりと少しばかり歩きました。すると谷間の方からざわざわと笹やぶを踏み鳴らして岩山の方へ何かが登ってくるような様子です。不思議な岩は、おや、なんだろう。とじーっと耳を澄まして周りを眺めました。ガサガサと音を立てて、やがて一匹の狼のようなけだものがいかにも疲れきったような姿でひょいっと岩の前に登ってきました。岩はじーっと息をのんでそのけだものを見ていました。じーっと見ていると、それはいつもこの山道を通る山小屋の飼い犬の太郎でした。こんな真夜中をどうして今頃太郎が一人で歩いているのだろうと、岩は妙なことだと思っておりました。太郎は疲れてヘトヘトになっていたのか、岩のところへ来ると、そこへ腹ばいになって、うおううおうと谷底を眺めながら吠え立てています。不思議な岩は、あまり太郎が吠えるので何事があるのかと、太郎くん、一体この真夜中にどうしたというんだい？と声をかけました。太郎はびっくりした様子で、ふっと不思議な岩を眺めました。私はここのトンビ岩だよ。わかるかね？と尋ねますと、太郎は急に尻尾をきつく振り立てて、ああ、トンビ岩のおじさんかね。私はまた天狗様が声をかけたのかと思ったよ。と、懐かしそうに岩の方へ寄ってきました。どうしてここへ来たのかね？と、もう一度トンビ岩が尋ねました。月のいい晩はここから海が見えるんだよ。急にね、人間に飼われているのが嫌になって逃げ出したくなったんだ。だから夜になると足を丈夫にしてあの海の向こうの方へ逃げ出していってみたいと思って今夜も森の方へ出てきたみたいのさ。と言いました。ああ、そんなことかね。俺もね、実はここに長いことこうしているのに飽き飽きしちまってなんとかいいところへ行ってみたいものだと思っているのさ。と、ため息まじりに言うのです。本当にどうして僕たちは自由に方々を人間みたいに行きたいところへ行けないのだろう。こうしているのがつまんなくなっちまった。と太郎はうおううおうと谷間へ向かって吠え立てるのです。それでもお前さんはまだ私より自由だもの。どこへでも走って行けるだけいいじゃないか。この谷間の底には夜になるとああして美しい火がついているが、あそこには一体何があるんだね。いっぺんあそこへ行って私もにぎやかなところでせいせいして暮らしたいみたいもんだな。と岩が言うのです。うん、そんなにおじさんが谷底の人間のところへ行きたいのなら、今夜のような風の日にコロコロと転がっていってみるといいんだよ。と言いました。そうして太郎は岩のそばへ来て、その代わり谷間へ行ってしまったら、ここへ戻ってくるのは大変だよ。それでもよければ、一つ、ここから転がっていってみるといいさ。面白いこともないが、おじさんの心次第だな。と笑いながら言います。岩は、そう言われて考えてしまいました。一度このまま谷底へ降りてしまったら、
もう二度とここへは登れないんだったと思うと、やっぱりここにじっとしているのがいいようにも思えました。そうさな、遠いところへ行ってみたい気もあるけれど、考えてみればここを離れてしまうのも寂しいには寂しいんだよ。太郎はもうトンビ岩のボソボソとした愚痴を聞くのが嫌になって、さあ、これからもう一度谷間の村へ遊びに出かけてくるかな。そうして今に海を歩いて遠いところへ行ったら、おじさんはきっと僕を羨ましがるだろうな、と言いました。そうして急に耳を突っ立てると、さあも海を渡って歩けるような意気込みで、さっと谷間の方へ降りていきました。岩は太郎を見送ってなんとなく寂しくなり、自分も急について行ってみたくなり、太郎の後ろを追ってコロ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 と道のない道を静かに転がってゆくうちに、いつの間にか重い体の調子が取れなくなって、ゴロ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 ーンと、ほうともなく勢いよく谷間の方へ転がって行きました。眠っていた秋役さが、キャッと悲鳴を上げて泣き叫びました。岩は転がって行きながら、ああしまった、ああしまったぞ、と悲しくなりましたが、平たいところへドンと体を落ち着けるまで、自分の重たい体をどうすることもできなかったのです。地響きを立てて岩は畑のところへ落ちて行きました。山の上はあんなに眺めが良かったのに、なんだか穴ぐらいでも落ち込んだように、周りが暗くてジメジメしています。岩は泣き出してしまいました。あんなやけを起こさなければよかった、と思いました。あくる朝になりますと、岩のそばには小さい流れがあって、桃の花が小川のそばに咲いていました。お百姓が大勢やってきました。トンビ岩が落ちてきたぞ。こりゃどうしたことかい。何か悪いことでもあるんじゃないかな。山小屋の太郎も崖の上から落ちて死んでいたし、妙なことがあるものだわい。と、岩を取り巻いて話し合っています。何の見晴らしもない畑の中で、トンビ岩は、うん、うん、うなっていました。ああ、太郎も死んでしまったそうだが、分に外れたことを考えたばっかりに、あんなに平和だった今までが台無しになってしまった、と、トンビ岩は心から寂しくなって、山の上が懐かしくて仕方がありませんでした。一体どうしたらいいかわけがわからないのです。見上げるような高い山の上には、今までみんなからトンビ岩だ、トンビ岩だ、と見られていた自分の姿がもうそこにはないのです。山の上ではたくさんの仲間がじっと心配そうにトンビ岩を見ているような気がしました。何日いても海も山も見えない狭い景色なのです。ある夜、岩は思い切って少しずつでも山へ登っていこうと思いました。夜中に起きて少しずつ歩いてみましたけれど、体が重くてなかなか登りの道へ歩き出すことができません。トンビ岩は神様に祈ってみました。神様はいくらお祈りしても何ともおっしゃってはくださらないのです。もうこんな風では仕方がないと思い、トンビ岩は来る日も来る日も朝から晩までじーっと神様に祈り続けました。するとある夜更け、急に体が風船のように軽々と浮き上がって、まるで柔らかい風のようにトンビ岩は空の上に舞い上がっていました。トンビ岩は妙なことだと思いました。体の下をゴーゴーゴーとすごい風が吹いています。トンビ岩はなんだか急に恐ろしくなってしまって、ああ、俺はもう神様におすがりするより道はないのだ、と
一層熱心に神様へおすがりしていました。目が回って長い間、トンビ岩は暗い空中に漂っていました。しばらくすると水のようなものがザーザーと音を立てて体中に降りかかってきました。トンビ岩は、ああ冷たいと思って目を開きました。周りが水と霧の渦のようになり、どこにどうしているのかさっぱりわけがわからなくなりました。するとまたその霧が少しずつ淡く溶けて風の中に吹き流れていきます。雨が降ってもういるようなのです。トンビ岩はむくりと身震いしました。するとその雨もやがてまた谷間の底の方へさーっと音を立てて逃げていったと思うと、はるかな向こうの方にさーっと日が昇り始め、海のような光がトンビ岩の体の下に見えました。静かに朝が立ち染めて小鳥がチクチク鳴き始めました。ふっと気がつくとトンビ岩は今までのように山の頂にちゃんと座っているのです。トンビ岩はあっと喜びの声を上げました。ああ、前のところにいる。前のところにちゃんといるぞ。これはどうしたことじゃ。妙なことだぞ。と、周りを見回しました。トンビ岩は夢を見たのです。トンビ岩はむくむくと小躍りして、ああ、神様、神様ありがとうございます。と言いました。自分の場所くらいいいところはないのです。見晴らしのいい海の上にいくつも船が入ってきています。畑では消し粒ほどのお百姓が時々トンビ岩を見上げては土を耕していて、平和な朝でした。